ジョン・ハイズマンは、イングランド・ロンドン出身のロックミュージシャン、ドラマー、音楽プロデューサー。プログレッシブロックバンド、コロシアムのリーダーとして知られる。幼少の頃から楽器を習い、ハイスクール時代に、デイブ・グリーン・スレードや、トニー・リーブ・ス等と共にアマチュアバンドを組むなど、ドラマーとして、活動を開始。1964年頃から、リーブ・ス等と共にジャズミュージシャンとして、 プロ活動をはじめ、複数のジャズバンドに参加する。1966年、後の、クリームメンバーが在籍していた、クレアム・ボンド・オーガニゼーションに加入。ここで、ディック・ヘクストール・スミスと同僚になる。1967年頃には、クレイジー・ワールド・オブ、アーサー・ブラウン、マイク・テイラー、デイビー・グレアム、ジャック・ブルース等のシングルやアルバムに、録音やセッションで参加。 1968年から、ジョン・メイ・オール・ザ・ブルース・ブレイカーズで活動した。1968年夏、上述の地規である、リーブス、グリーンスレード、ヘクストール・スミスらと、プログレッシブ・ロック・バンド、コロシアムを結成。解散後は、テンペストや、コロシアム2などで活動し、ハードロック、フュージョンの領域に進出。1970年代後半からは、 ジャズフュージョンバンド、ユナイテッドジャズ、ロックアンサンブルに加入し、長年にわたって活動する。1970年代から音楽プロデューサーも担当するようになり、同年代末から妻、バーバラ・トンプソンのプロジェクトや自身のソロなどを手掛けた。各活動と並行して、1994年にコロシアムを再結成。2007年に同メンバーとして来日し、 2015年を最後、2018年6月12日の主要の試し去。ジャズドラマーとしてのテクニックとロックのパワフルさを合わせ持ち、その速度、タイム感覚の正確さと巧みな4上へコントロールが生み出すドラムサウンドを持ち味とする。近年はパール製のドラムセットを使用し、シンバルメーカーはパイステ製が確認されている。妻はサックス奏者で、 後期コロシアムメンバーでもある、バーバラ・トンプソン、娘は、シンガー・ソングライターのアナグレーシー。ニュージャズ・オーケストラ・ピーター・レマー・マイク、テイラー・ハワード・ライリー・ジョン・メイ・オール・アンド・ザ・ブルース・ブレイカーズ・ジャック・ブルース・コロシアム詳細は、コロシアム・ディスコグラフィオ参照テンペスト・コロシアム・ズ、ユナイテッド・ジャズ、ロック・アンサンブル・バーバラ・トンプソン・シャド・ショー、ヤン・カー、ニュークリアス、 リック・ヘクストール・スミス・バーバラ・トンプソン・クリス・ファーロー。ありがとうございます。